どうもこんにちは、ピークートじゃなくてシャイガイでした。どうもこんにちは、シャイガイです。まあ、ということで今回もね SCP 紹介していくんですけど、このね SCP ロックダウンモッドのやつはもうね、まあ、大方紹介できたんで、今回で一応このモッド自体は最後ということで、まあ、一旦一区切りということでやっていこうかなと思います。ってことで、まず最初は SCP-472 トークン、これがブラッドストーンということで血の石、かっこよ。なんか、これの作り方が、ポピーとネザーウォートブロック氷塊でできますよと。じゃあちょっとブラッドストーンやっていきますか。どこに置こうかな。もうこの辺もさ、もう施設ばっかもとんでもないことになってるわ。じゃあまあせっかくなんでこっちの方に呼んでみますか。うわ結構でかい、思った6倍でかかったわ。じゃあちょっと入っていきますか。血の石ということで物が置いてある的な感じかな今回は。うわーちょっと待って、怖いんだけど。なんか今までとさ違う、床も何これ、なんでこんなチェック柄みたいな床になってんだろうね。このパターン初めてかもしんない。さあ、あ二重扉、北海道システム。さあ、ああびっくりした。何、なんか今部屋入った瞬間さ、ドクンってならなかった今。あれかな、ちょっと待って、あこれが血の石か。なんか血の石見た瞬間さ、何これ、めっちゃ動機荒くなってない、このアンキスエティみたいな。ふわ、何これ、パラノイアってなんだっけ、恐怖みたいなやつだっけ。何これ、ちょっと待って、あしかもこれさ一生続くタイプのやつ。うわ何、うわ怖い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 、何これ、ギル、なんちょ怖い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 、ちょ待って、やらやら、ちょ、うわなんかもう視界がこれ壊していいかな。いやあ、怖い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 、待ってこれ壊せる、壊せる、壊せるけど、うわあ、いや怖い怖い怖い、ちょイヤホン外すわ。おやばいってこれ、助けて助けて、俺血の石持っちゃってるんだけど。っていうか視界も安定しないしさ、なんかもうグラグラだしみたいな。これさ死ねないのめっちゃだるくね、ちょ画面怖いんだけどこれね。うわちょっとこれ溺死するしかないわこれ。うわさすがにこれ死んだらさあれかな、あよかった戻って。なにこれちょっと待って、あんな効果あるなんて、牛乳とかで治せんのかなあれって。もうそしたら牛乳すげえけどな。うわこれ置いたらまた始まんのかこれ。でもさすぐ離れればさ大丈夫っぽいよな。置いてちょっと離れる、離れればまあ消えるっていう感じかな。うんそうだね、ずっと見続けるとやっぱダメなんだ。うわー、あもう近づいたらダメなんだこれ、なるほどね。あじゃあもうこれさ多分牛乳とか飲んでもあんま意味なさそう。ということでこの SCP-47 には血の石と呼ばれていて、なんかこれガーネットらしいっすね。でこの血の石の半径 18m 以内に近づいた心臓を保有する生物は、まあ、さっきみたいな感じでどんどんね、なんか精神的な影響をなんかどんどん受けるっぽいっすね。でなんかどうやらなんかさ最初さ不安で、その後パラノイアみたいな感じでどんどんさ増えてったじゃないですか。なんかね6段階まであるらしいんすよね。第1段階が、軽度の困惑及び不安感、まあ、これは離れればすぐ治りますと。で第2段階は不安感及び被害妄想が増大します。でこれは離れるとなんかさっきは一瞬で治るんですけど、2段階になるとなんか5分ぐらいかかっちゃうっぽいですね。で第3段階目は重度の不安及び被害妄想で、あの視界赤くなったじゃないですか、周囲の世界が赤みを帯びており、耳元でかすかに不快音がするっていうね。でこれになった場合はだいたいもう20分以上かかって、まあ、60分以内には影響はなくなるっていう感じっすね。で第4段階があって、第4段階は、今までの症状が増加して、幻覚がより鮮明ではっきりと見える。だってで幻覚はしばしば血液の何か小川と滝、死体、悲鳴を上げながら歩く巨大な死体に似た人型。もしかしてこれ見続けたらさ出てくるんかな、そういうやばい SCP みたいのが。でこれは離れてから1時間以内に減少し始めて、3時間以内にはなくなるっぽいですね。で第5段階が、まあ、症状が増大し、 100% の被害者が SCP-472 から離れることは精神的に不可能になりますと。で第5段階の状態だとなんか片頭にやっていって、まあなんか統合失調症かなとかになるんですけど、この状態だと離れなかった場合は 76% の確率で死んでしまうらしいですね。でこれの精神的影響は6時間以内には減少して、24時間以内には完全になくなるっぽいですね。なんか第6段階になると、まあ、もちろん離れることはできないんですけど、なんか症状が散発的になるんですよね。だから
もう精神が不安定な時と、なんか普通に平成期が出現するらしいですね。その範囲から退出しない限りは、なんか無期限にそれがずっと続くらしいですね。で、まあこれは一応、24時間以内には、まあ能力が消えるっぽいですね。離れれば。どこまで行くか、ちょっと放置してみるか。もうマイクラの方でサウンド消しとこう、マジで。うわー、で、まずこれ第一段階の、まあ不安感で、第二段階の、これが被害妄想とかかな、これが。で、多分赤くなったら第三段階だよね。うわ、ちょっと待って。めっちゃ、来た。なんかね、実際だとね、第5段階とかになるまで、なんか60分とか。で、第6段階だと360分、びっくりしたとかにはなるんですけど、マイクラなんで結構早めに出現してますね、能力が。うわ、すごい。一応この視点で覗いておきましょう。あ、なんか、勝手にね、動くんだよね、これ顔が。え、待って。なんか鳴き声変わった。え、死んだわ。ということで次なんですけども、 SCP-573 ということで、何ですかこれは。うわ、骨と音符ブロックとネズミの尻尾だね。まあ、笛っぽいよな、なんか。害虫出てくるからまた。まあ、やっぱ害虫となってくると害虫の神の近くに置くのがいいんじゃ。痛い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 。くっついちゃったんかこれ。くっついて、大丈夫かなこれ。残ってる？あ、一応大丈夫っぽいね。さあ、ここを開けたら、あるね、普通に笛じゃん、これ。これさ、取ってさ、吹けんのかな？いきます。おー、すごい！え？おいおい、雅だな、これ。雅ってどういう意味なんだろうね。なんか移動速度低下になったんだけど。俺、でっきりなんかさ、害虫、なんかネズミとかがまた出てくるんかなとか思ったけど、そういうわけではないのかな？ちょ、もう一回吹くか。あー、なんか吹くと移動速度低下になるだけです。まあ、ということで、この SCP-573 はハーメルンの笛と呼ばれていて、どうやらこの笛はですね、推定7歳から12歳の少女の骨からできているっぽいですね。ロリの笛です、これは。ちょ、キモいっすね、今のは。この笛を演奏するとですね、動物や思春期前の子供の精神を非常に受容的にすることが明らかになりますと。まあ、だから、この笛の影響を受けたものは、なんか、演奏者の要求を素直に聞き、普段の精神状態だと受け入れがたいことでも進んで行うようになりますと。まあ、だから、まあ、何でも言うこと聞くみたいなもんだよね。ん？今何でも。これ羊の前で吹いたらなんか変わるかな？何みたいな顔されました。ということで次で最後の SCP なんですけども、最後はですね、これね、ケテルがまだ残ってたんですよね、これ。SCP-902 ということで、ザ・ファイナル・カウントダウン。名前めっちゃかっこよくない？これ大丈夫？これ出した瞬間に終わんない？これ。ちょっと待って。俺今気づいたんだけどさ、スタンめっちゃない？これあれじゃね？昔やったカビ出てきてるよな、多分これ。やばいやばい、キモい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 、カット。さて、じゃあなんかめっちゃでかくね、この施設。すごっ。こっち側にじゃあちょっと出してみようかな。待って、なんか聞こえる。待って、ファイナルカウント、あれ待って、これ大丈夫？止めないと死ぬとかそういう感じじゃないこれ。大丈夫ですか？さあ、ということで入っていきましょう。一旦入ろうぜ。あ、なんかあるねこれ。箱がありますけど、これはなんだ？ There is nothing in the box. You close theストレンジボックス。なんもない。閉めた。なんもない。閉めた。なんもない。閉めた。これなんか放置しとくとダメなんかな、やっぱ。ということで、この SCP-902 は最後のカウントダウンと呼ばれていて、まあ、この箱なんですけども、この箱から今これカチカチカチって音鳴ってるじゃないですか。で、この音を聞いた瞬間に、SCP-902 のこの箱の中には何か危ないものが存在しているんじゃないかって思って、まず箱をね、開けてしまうんですよ。で、箱を開けたら箱の中には何もない。で、この箱を閉じた瞬間に、さっき見たばっかなのに、危ないものあるよねみたいな。ちょっと言い方的に多分違うかもしんないですけど、とても危険なものが入っているんじゃないかってまた錯覚してしまうんですよ。なんて言うんだ、あるんじゃないかじゃなくて、この中には危険なものがあるって思って開けるんですよね。で、開けたら何もない。閉じたら、いや、危険なものある。開けよう。ない。ある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 。ない。カッ！っていう感じで、箱のね、開け閉めを繰り返してしまうんですよね。まあ、だから情報災害みたいなことが
起こされるんですよね。でしかもこの箱はなんか破壊することがまあできるんですけど、カウントダウンが完了する前ではなく完了直後に破壊されねばならないと確信するようになる。だからこれが今鳴ってる時は破壊することができないんですよね。で最後の説明のところになんか文章みたいなのがあるんですけど、オブジェクトは存在しない、オブジェクトは存在する、それは破壊されなければならない、カウントダウンが止まる時に我々は偉大な仕事を続けている、我々は止めなければならないっていうね。もうちょっとよくわかんないよくわかんないけど、なんかこれ調べたらこのもう SCP-902 を認識してしまった人が書いた文章っぽくて、まあだからオブジェクトは存在しないってなってるけど、まあ存在するってなってるから、もうやっぱ受けちゃってるんだよね。まあでも破壊しようと思っても破壊できない、でも破壊しなくちゃいけない。でも SCP 収容財団的には SCP は保管しなくちゃいけないけど、これが存在していると、情報災害がどんどん広がっていくから破壊しなければならないっていうことかな。でも破壊することもできない、なんかよくわかんないことになってるね。